にちは、ある馬車屋のタクシーの新しい車両の紹介です。今日は、ね、ジャパンタクシーって言いまして、車椅子を積載する機能を持ってるんで、その場面を簡単に紹介します。ランドリーがあるんですが、ちょっと端折るんで簡単なやり方で、車内の方から少し寄ってもらって見てもらっていいですか。最初のセッティングでもシートベルトを満足します。このような状態になります。ただ、トランクに積んであるもの、この2つをセットします。
たいよね、こうやってスーパーでね、埋めるようになったの。簡単ですけど、こんな感じになります。以上です。ありがとうございました。